第230回武井てるひこ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、また新ネタを引っ下げてライブに挑んできます。見てください。あ、どうぞ。このネタは、ちょっとこれでは配信できない著作権の関係で、モータースライブというのを先週出たんですけど、それでちょっと爆笑を取ったネタなんで、それをもう一回試して、ちょっとこれね、映像に残して YouTube 見てる皆さんに、お届けするために、そのネタをやってきました。見てください。どうぞ。武井てるひこ。ここ空いてる。いい、4分したらすぐ帰るからようこそ。結論から言おうか、56歳ですこの前電車に乗っていつも行く原宿駅で降りるのをやめて渋谷駅で降りてきた。スクランブル交差点あまりにも多い人混みの中にね、自分の行きたい方向に行かれへんね、まあこれも人生かなと、流れに身を任せてそのままずっと歩いていったら原宿に過ぎたよそんな56歳の俺、これはいいけどそちらはどうどういる裸のアメちゃんいらない、くっついて取れないか猫飼ってますね。名前ニコルって言うんです。僕の嫁さんが親バカ。うわ、今ニコル喋った。おいちって喋った。アホやろ。喋るわけないやんか。猫が喋るわけない。いや、今喋った。ニコル喋った。おいちって喋った。あんまり人に言うから、喋ってーってニコルが喋るよ。ほんまやね。どう？このマスクしたままジュース飲むこの夫婦。俺はいいけど、そちらで引き取ってくれる？いる？筋肉マンの筋消しだいぶ使ってるけど、肉のとこだけ残ってるけど、まあマスクでね、思い出したけど、アルバイト先でね、休憩、そう、まだアルバイトしてるもん人生死ぬまで苦労よアルバイト先で若い女の子と休憩室で一緒になって、その子がジュース飲むのにマスクを外したの。いや、そんな顔してたの？今あるやんか、マスクを外した顔を見たことないっていう。ほんでその子ちょっと切れ長の目で、ちょっとマスクの下、広末涼子さんの顔のイメージで俺ずっと喋ってたの。そしたら遠慮気味のね、人絵に対してマスクの下の顔の主張がえぐいねん。顔はアンミカやねん。え、どうかしました？いや、なんでもないですって俺急に敬語になったアンミカの顔は敬語になるよ膣みたいな顔してるやんか。もうそれでもう休憩室でね、若い男の子、あんた電車の話してるのよ。ちょっと俺、盛り上げたろうと思って、俺もねちょっと話してもらって、あ、この前小田急線かなんで急に急発進しようって、で俺こんな年やからバランス取られへんねん、気づいたら隣の車両まで行ってしもうたわ、まあ、その若い男の子、そんなわけないよ、嘘だねって言うな。嘘やん話盛り上げただけやん、ネタやんかねえ。ネタって芸人やないんやから。いや、芸人やから芸人さんなんですか？だったら隣の車両まで行くよねって行かへんわ芸人のプライベートなんや思ったね、皆さん若者たち、56歳の俺をね、ちょっと皆さん舐めすぎ。この前俺の嫁さんと渋谷に行ったの。ほんでマジックバー行こうっていうことになって、マジックバーの若い店員が隣の若いお客さん、女の子に、いいですかお客さん、このカード覚えてくださいって。で俺のとこ、いいですかお客さん、このカード覚えれますかって。覚えれる言い方変わっとるやないか。うちの嫁さんがさすがに怒って、覚えれるわよ、スペードの8でしょって言うだろ言うてどうすんねん。で、お前あれスペードの8ちゃうから、キングのハートやから。キングのハートをどう見てスペードの8やろ。だから店員が、いや、ダイヤのクイーンですって言われて、もう何がないか、よう分かる。もう二度と行くか。で、この前久しぶりに渋谷また嫁さんと言って、あ、マジバー行こうみたいな。どこにその店があったのか思い出せなくて、渋谷の街うろうろしてたら、原宿に着きました。うん、まあまあ受けましたよね。でも違うモータースライブっていうところはもうお客さんもっと倍以上いてるところでの受け方っていうのはもうドーンドーン
みたいな受け方だったんですけど、まあそれにはちょっと及ばんかった受け方でございましたが、やっぱりね、でも思うはその会場によってとお客さんによって笑う場所が違うねんな。え、ここで笑うのみたいな、あ、こうやってここが振りがあってここで笑うんちゃうのって、え、この手前で笑うの、ほんでここの後は笑わんのかいみたいなところがね、まあまあ生もんですからね、ネタっていうのは、うん、その日の自分の言い回しとか、あ、自分の中のテンションみたいなところからこう笑いってこう、受け方が変わってくるなというのはもう実感しましたね。でもまあまあ、今回のこのネタは、あ、ちょっともう鉄板ネタになっていくんちゃうかなと自分の中では思っておりますよ。それでね、このライブもね、すごくまあ主催者の彼もまあ芸人でね、よう頑張ってますよ。一から立ち上げてね、今じゃもう本当に、まあ僕が今一番上のライブにシップライブというステージに立たせていただいてるんですけど、そこにもね、もうテレビで出てる、コンビとかもいっぱい、ね、出てるし、ほんで、俺、そのライブの一日前に夜テレビ見てて、おー、こいつらも頑張ってんなーっていう子が出てて、おー、この子も出るんや、みたいな、ライブ、うん。で、こういう売れてる子が、あ、こうやってネタをやりに来るって、やっぱりこうネタを大事にしてるというか、やっぱり基本はこれが絶対必要なんだっていうのをちゃんと、ね、地に足をつけて今の子たちはやってるなっていうところで、それでやっぱり芸人はネタっていうのは非常に自分を表現する意味で一番最初に必要な武器やっていうのをみんながやってることに対してもう一回ね、自分をこうやって戦い続けてることに間違いがないなっていうのが思いますよ。まあまあエントリー料をこう払って金を払ってね、芸人は舞台で金をもらわなあかんないけどね、でもそれをやり続けて後で金になるように自分がやり続けるんで、まあこの年齢であってもやったらいつかこうなるんやって示せるような、まあ本当に50代の芸人に返り咲いたろうと、もう一回売れます。頑張ります。